さあ、石井さん、今週私ですね、はい、もうこのフロントマスクに惹かれました。このグリルもそうですけどね、はい、そうですね。こちらレガシーのアウトバックということになりますが、はい、グレードはどうなってますか。はい、はい、こちらはリミテッドというグレードでございます。なるほど、上質感漂う1台ということで、場所を変えまして詳しく見ていきます。さあ、続いては15車今週の気になる車です。今週はレガシーアウトバック見ていきますが、さあ、石井さん、評価書は。はい、はい、こちらのアウトバックはですね、はい、今申請をさせていただいている最中でございますので、はい、もう少々評価点数出るまで、お待ちいただければと思います。はい、では早速見てまいりましょう。さあ、評価が出ていないということではあるんですが、はい、実は随分綺麗なお車だなという、ありがとうございます、感じがしますね。そうですね、年式もまだ去年の28年式でございますので、はい、非常に私どもも自信を持ってお勧めできる一台だと思います。そうですよね、こちらちょっと人気の一台になりそうだなっていう感じがしますけれども、はい、改めてになりますが、はい、レガシーのアウトバック、はい、どんな車なのかを教えてください。はい、はい、上質なワゴンとですね、タフな SUV のクロスオーバーという独自の個性を極めたアウトバック、使い勝手の良さはもちろんなんですが、乗り心地の良さも、単なる日常の、移動手段ではなく乗ること自体が楽しみになる、そんな一台かと思います。なるほどね、もう本当にワクワクしちゃいそうなね。そうですね、そんな一台かと思いますけど、あのフロントもね、はい、これ石井さん、グリルの部分も、はい、かなりこう迫力ありますね。そうですね、まあ、ボディ自体の幅もそうなんですけども、はい、従来のモデルに比べてもこうグリルの部分っていうのは非常に、大きく間取り取ってありますので迫力満点かと思います。うん、それから前後のバンパーのあたりも非常に気になるわけですね。はい、そうですね、まあ、バンパーのこの下の部分特に、はい、目立つ黒い部分あると思いますが、ありますね、こちらはですね、わざと、はい、ああいうふうに樹脂のパーツっていうのをそのままむき出しにしてあるんですね。はいはいはい、で、例えばこのまま河原に出てったりですとか、はいはい、あとは雪道とかですね、はい、凍ってる場合とかも稀にあると思うんですね。うん、でそういった時に、まあ、ボディの下、バンパーでいうと下の部分って一番振りやすいですから、気にせずにですね、どこでもこうアクティブに使えるようにというので、わざとあそこは樹脂のままにしてあります。ドアの部分のところにも、はい、ちょっと気になるんですけれども、そうですね、はい、まあ、ドア の, 多分真ん中のところですよ ね、 真ん中のところですよね。あれは通常ちょっとついてはいないんですけども、はい、アクセサリーカタログの付属品でですね、後付けでまあつけることができる、ドアモールなんですけれども、ドアモール、はいはい、非常に、まあ、アウトバックのドアモールってなりますと、うん、まあ、ここまで、存在感があるといいんですかね。ありますよね。まあ、でも逆にこれだけ大きいドアモールつけても、はい、ボディ の, この大きさだったりとか、デザインを全く損なわないのが不思議なぐらいで、違和感は全くないと思うんですよね。さあ、内装もちょっとこれ見させてもらいたいと思いますよ。はい、ちょっと乗ります。もうなんだろう、石井さん、これ乗った瞬間にね、はい、このシートもそうですけど、はい、すごいこの高級感、ありがとうございます、ありますね。そうですね、ねえ、まあ、レガシーという、うん、まあ、名前で今までアウトバック展開しておりましたけども、はいはい、まあ、スバルの中でレガシーといったらやっぱりトップブランドでございますので、うん、はい、まあ、その名前にですね、恥ずかしくないような、なるほど、デザインだったりとか、あとはまあ今触れていただいているステアリングだったり、はい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 、あとはまあシフトノブ、ほうほうほう、まあ、その他シートとか、ほうほう、まあ、そういった部分もですね、非常に手の感触がいいような素材採用してますので、はい、確かに全てがなんかしっくりくるというか、はい、いいですね、非常に、ね、ありがとうございます、はい、ここですよ、はい、やっぱりこれナビゲーションの部分、そうですね、ですよね、はい、純正のナビゲーションですね。デザイニングが非常に優れてるなっていう印象がありますね。そうですね、今まで純正のナビゲーションでもここまでこうデザインの中に溶け込んだものっていうのは少なかったかと思うんですけども、はい、まあ、こちらのナビゲーションに加えてですね、その中には、まあ、スピーカーのところをご覧いただくとすぐ分かるんですけども、はい、ハーマンカードンの、ハーマンカードン社のスピーカーセットついておりますので、はい、非常にこちらはですね、このキットついてるだけで、このナビゲーションから再生される音楽すべてが素晴らしい音になって出てきますので楽しめると思います。
石井さん、これどれぐらい走ってるんですか？走行距離数ですか、はい、走行距離数がですね、およそ1万6000キロですね。1万6000キロ、はい、まだまだ本当にこれからっていうね、やっと慣らしが終わってますよね、はい、では詳しい車の情報をお願いいたします。はい、走行距離数は先ほど申し上げた通りで、はい、およそ1万6000キロでございます。車検整備に関しては、31年2月までついております、はい、では注目のお値段もお願いします。はい、消費税込み343万5千円です。なお諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。今週の気になる車10号車ですが、28年式レガシーアウトバックリミテッド AWD-CVT、 お値段は343万5千円となっております。いや、もう本当にこれは買いだなっていう一台ですね。ぜひ乗ってください。はい、ぜひお早めにお問い合わせをお願いいたします。